ダイエット中でも食べれるおやつ3選無印良品編をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも美味しく食べれる無印良品さんのおやつがわかります。ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。ポイントは無添加であることなんです。こちら私早速先ほど購入してきたんですけれども、今からちょっと開けてみますね。おすすめ3選ですから、一つずつお伝えしていきたいと思います。でまずそのなぜ無添加が大事なのか、ダイエットに必要なのかというその理由なんですけれども、その添加物、要は加工されているおやつというのは、あなたの腸や肝臓をですね、こう痛めて負担をかけてしまうんですね。そうすると根本的にその痩せた体質にはなれない、イコールいくら頑張っても痩せることができないからなんです。そこで今からお伝えしてこの3つのおやつを食べたら、その無添加ですから安心して、しかも美味しく食べていただけるんですね。しかも痩せる効果があるんです。では早速1つ目お伝えしていきたいと思います。こちら見えますでしょうか。かぼちゃの種&フルーツです。でこちら裏を見ていただくと、こちら原材料名にかぼちゃの種、クコの実、レーズンだけなんですよ。普通ですね、こういったまあ、種類ですとか、まあ、ドライフルーツですよね、フルーツ系っていうのはこう余計にこう着色してあったりですとか、香料が入っていたりですね、あとアミノ酸などと、こうアミノ酸なんて聞くとね、体にいいような感じがしますけれども、そのアミノ酸などと書いてあるということはですね、こう科学的に作られた、まあ、薬品ですから、とっても腸と肝臓ですね、弱らせてしまうんですね。なのでさすが無印さんです。こちらはそういったのが一切入っていないおやつになります。では早速今から開けてみたいと思います。いいですね、こちらのこんなにまあ小さいパックですけれども、ちゃんとここにねチャックがついてる、チャックがついているこのパックなので、一度に食べなくてもこのまま保存が効きますよね。嬉しいです。ちょっと一気に食べ過ぎてやっぱりね、食べ過ぎになりますので注意していきましょう。では開けてみます。でこのなぜですね、かぼちゃの種やこのクコの実、レーズンがいいのかと言いますと、そのかぼちゃの、まあ、種ちょっと開けてみますね。かぼちゃの種、まあ、よくシリアルとかにもね入ってると思うんですね。シリアルに混ぜ食べる方とか、あとこうサラダとかにもこうパラパラっとかけてね食べても美味しいんですけれども、とっても可愛いんですよ。こんなもんです、こんなちっちゃいかぼちゃの種。でも種ってですね、もうもちろん当然なんですけれども、これをまけば芽が出てかぼちゃができるわけです。でそのようにこうギュッとそういった生命のエネルギーが凝縮された食べ物ですから、やはりそのエネルギーってすごいんですね。もちろん体にも良いわけです。ですからこういったやっぱ種類はおすすめです。ではいただきます。うん、これ実はですね、思ったほど硬くないんですよ。ただ噛めば噛むほどこう風味が出て、すごくやっぱりね美味しいです。よく噛んで召し上がった方が風味豊かで味わいが深くなりますので、よく噛んでみてくださいね。でこのかぼちゃの種っていうのは、あなたのその血糖値の急上昇をこう抑えてくれて安定してくれるんですね。またこのココの実もそうなんですけれど、結局その血糖値が急上昇してしまう食べ物、まあ、例えばケーキとかクッキーとかパンとかですね、ああいったものっていうのは血糖値が急上昇してしまうことでどんどん脂肪を溜め込んでしまうんですが、このかぼちゃの種や入っているクコの実を食べることで、その血糖値が安定する。結果あなたは脂肪を溜め込まずに済むわけなんですね。すっごくいいです。
ですから、かぼちゃの種と、あと今からお伝えするこの2つ目、クコの実ですね。あのクコの実って聞いて皆さんいかがですか？私イメージが湧くのは、あの杏仁豆腐の上にこうちょこんと飾りで置いてあるこの赤い実がクコの実です。でこれはあの、まあ、海外のセレブの方ですとか、まあ、スーパーモデルさんたちが愛用しているようなこのスーパーフードと言われているんですね。とっても美容にね効果がありますし、また先ほどお伝えした血糖値を安定させてくれますから、脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果もあり、しかもですね、ちょっと食べてみますね。美味しいです。あのほんのりとした甘みがあるんですよ。レーズンの甘みかなり抑えた感覚ですかね。食感もそうです。でこのクコの実がすごいのは、あの世界三大美女と言われております楊貴妃さんいらっしゃいますけど、その方も毎日、すいません食べきれなくて、ちょっと飲み込みますね。お待たせしました。すいません、しゃべりづらくて。あの楊貴妃さんも毎日食べていたと言われるぐらい、その美白効果がすごいんです。これ食べる日焼け止めクリームなんですよ。体の外からは日焼け止めクリームでも、中からはこのクコの実を食べることでどんどん美白になれるって言われてて、そのモデルさんたちの間ですごく有名な、まあ、食材なんですね。で中国ではこれ生薬で、あの漢方です。お薬としても使われている非常に貴重なものなので、あの気軽にこのように食べれるといいですよね。では最後、これレーズンが入ってるんですね。でこのレーズンもすごくいいんです。出してみましょうね。まあ、レーズンは皆様でおなじみだと思うんですね。まあ、レーズンパンとかいろいろイメージあると思うんですけれども、やはりそのレーズンパンとして食べてしまうと、パンはですね残念ながら太ります。なのでダイエット中のあなたは、やはりこのようにこう単体で食べることがベスト。でプラスこの生のブドウよりも、この干しブドウになったレーズンの方が食物繊維がですね4倍もアップするんです。ですからあなたの腸内環境が整って、で結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になるわけですから、ぜひレーズン食べてください。でまたカリウムが豊富なので、これはですね生の時よりも7倍増えるので、むくみにもね効くんですよ。こうすごくむくんで、こう嫌ですよね、こう腫れぼたくなるのって嫌だと思うんですよ。私もなってたから分かるんですけれども、そういったむくみ予防にもなりますから、例えばあなたが立ち仕事でこうむくみやすいとか、こうデスクワークで一日中座ってむくむとかあれば、この無印さんのかぼちゃの種&フルーツのこの3つをですねおやつに召し上がるとすごくいいと思うんですよ。では早速いただきます。うん、美味しいです。あの柔らかくて食べやすいです。あの余計な加工がされていない証拠ですよね。ぜひおすすめの1選目でした。では次2選目いきましょう。いいですね、これちゃんとシャープができるので、また後からゆっくりいただきたいと思います。では次こちらです。見えますか？当たり目、当たり目です。で当たり目って何でしょうということなんですけれども、これイカです。イカを干したものですよね。でこちら裏原材料名見たら、イカ、カッコ、国産って書いてあります。まあ、乾物ですよね、お魚。で、これですね、とってもいいです。よくあの当たり目ダイエットとかもね、あるんですよね。おやつの代わりに、この当たり目、このイカを食べることで、ダイエットができますよっていうことなんですね。で、なぜかと言いますと、イカってでですね、もうタンパク質の塊なんですよ。でそのなぜタンパク質がダイエットに必要なのかということなんですが、あなたの肝臓がですね弱っているとダイエットしても効果が、ね、出にくいんです。それだけ肝臓という臓器が元気じゃないと、やはりダイエットってできないんですね。そうした時に、やはりこの当たり目を食べることで、あなたの肝臓が元気になって、結果ダイエットに向くお体になれるわけです。でしかもまたプラスいいのが、これちょっと開けてみますね。すごくやっぱり噛むんですよ。ものすごく咀嚼しないと
やっぱり飲み込めないですね。私どうしましょう、これ今食べてしまったらお話できなくなるかもしれませんので、後で食べますね。でよくあのお酒のおつまみにこういうイカ、当たり目を食べたりスルメを食べたり、まあ、イカの塩辛とかあるじゃないですか。あれとっても理にかなってるんですね。なぜかというと、そのアルコールは肝臓を読めてしまう、ダメージを与えるわけですよね。そこでお酒と一緒にこういったイカを食べることで良質のタンパク質を補うから、アルコールを飲む方にとってはやはりおつまみとしてはこのイカを食べるってすごくやっぱり賢い方法なんですね。でプラス、まあ余談になりましたけども、そのダイエットにももちろん向いてますよということです。では早速いただいていきます。あとこれはね、あのチャックがないので、食べきりでしょうか。ちょっと一気に食べるのはね難しいと思うので、後でちょっとフォローしてみたいと思います。ちょっと小さめをいただこうかな。あー、イカの香りですね。どうしよう、このサロンがイカの香りでいっぱいになってしまいますけど、ちょっと私これ食べれるかな。食べますね。ちょっとしばらくもぐもぐしてるかもしれませんが許してくださいね。よいしょ、いただきます。やっぱりさすが文字さんですね。普通こういった当たり目ってですね、こう加工されてるのがほとんどなんですよ。あのコンビニで売ってたりとか、あの食塩が入っていたり香料が入っていたりスパイスが入っていたり、そのアミノ酸などという、その要はこう化学的な調味料ですよね、が入ってるから、味が濃ゆくても、私は匂い嗅いだだけでもおえってなるんですけど、これはもう本当にイカの風味と香りがすごくて、飲み込みますね。味 もう噛めば噛むほど、あの全然こうしょっぱくないんですけど、でもやっぱりこうイカが持っている味すいません、わかりますか、 食レポがうまく伝わってるでしょうか。美味しいです。あのやはり自然なものっていいですよね。余計に添加物入ってないのがやっぱり一番ですね。もう一番。では当たり目のお話は以上です。では最後3つ目ご紹介したいのはこちらです。見えますか、くるみ&白いちじくです。裏を見てみましょう。ですね、原材料がくるみ、いちじくで、こちらはですね、なんとあのくるみ&白いちじくと書いてあるわけにはですね、ミックスナッツになっていて、なんかお得な気分ですよね。カシューナッツ、マカダミアナッツが入ってます。でただまあ余談ですけれども、このようにこう原材料名が入っている順番っていうのは、この内容量に対してその多く含んでいる順番で書かないといけないという決まりがあるんですね。なので、まあ、これを見れば一番がくるみですが、くるみが一番入っている、で次にイチジク、次にカシューナッツ、マカダミアナッツなわけです。でこれも一切あの結構ナッツ系も味がね、添加物入ってるのが多いんですよね。こう余計にお砂糖とか塩とか香料とか、これも一切入ってませんし、いちじくもあの変に赤く着色したりとかもないですし、もう白いちじくそのまんまギュッとこう詰まってるんですよね。見えますか、これいちじくなんですけど、でこれをなぜ選んだかっていう理由があって、私これすごく今あのハマってるんですけども、食べる順番があるんですね。どのように食べれば一番痩せるのかっていう、その理由を今からお伝えしていきますね。まずこれいろいろ入ってますけど、最初にくるみを食べていただきたいんですよ。くるみ、なぜかというと、くるみを食べることであの脂肪燃焼効果がアップするんですね。ですから今私がこれを食べてるタイミングはどういう時かというと、あの仕事をまあ遅く帰る時が、まあ毎日ほぼ遅いんですけれどもね、その時にこうお腹が空いてるわけです。でもやっぱ何か食べたいと思うわけなんですね。でもやっぱり晩ご飯の準備もしないといけなくて、もうどうしようって思う時に、まずくるみを4、5粒食べるんですね。そうするとその空腹感も抑えることができますし、また脂肪燃焼効果が促進されるので、そのくるみを食べた後のメインの晩ご飯を
こうちょっとヘビーなものを食べても脂肪燃焼してくれるわけですから安心して食べるんですよ。でしかもその晩ご飯を食べ終わった後にやっぱりちょっとこうデザート的なものって食べたくないですか。ちょっと甘いものとかそういう時にですね白いちじくを食べるといいんです。なぜかと言いますと白いちじく、いちじくってですねものすごく消化する効果が高いんですね。ですから晩ご飯で食べてしまった糖質であったり脂質であったりこういったのを吸収することを防いでくれるんです。そしてどんどん消化してくれますから、食べたことがなかったことにできるかなというね、もう一時ありがとうです。なので私もどうしても仕事柄遅くなること多いんですね。本当は夜8時まで食べ終わるのがベストって分かってはいるんですけども、毎晩できないんです。そういう時にしかもお腹ペコペコで帰るわけですから、どうしてもこうストレスがあると食べ過ぎてしまうじゃないですか。その時にですねこのくるみと白いちじくを味方につけると、先ほどお伝えしたようにもう本当に安心して食べれると思いませんか。ただ今ご紹介したおやつ全部食べ過ぎてしまっては NG ですよね。やはり適量がありますので食べ過ぎには注意です。ナッツ系であれば1日に20粒程度で抑えていただく。でドライフルーツもやはりその加糖といって糖質がねやはりゼロではありませんから食べ過ぎてしまっては NG ですよ。先ほどのスルメもそうです。さあいかがだったでしょうか。あ、私これ食べてなかったですね。食べてよろしいですか。ちょっとお見せしますね。すいません、お話に夢中になって食べるのを忘れていました。ではくるみなので私はですねまず食前にくるみを4、5粒食べるんです。こちらのくるみのお話なんですけれども、よく弱った臓器に似た食べ物を食べるとその臓器が強化することができますよっていうその東洋医学のお話があるんですね。例えば先ほどの肝臓であれば肝臓に似た食べ物、例えばレバーであったりしじみだったりこの三角形ですね、ああいったものを食べると肝臓が元気になるように、くるみにも実はそういったお話があるんですよ。くるみを見て何を連想されますか。かけてたら分かりにくいかな。ほんとまん丸のこんなかけてないくるみ、これくるみってですね脳に似ているって言われてるんですよ。ですからくるみを食べるとやっぱり脳にいいんですね。なので私は高校2年生のまな娘、一人娘がいるんですけれども、娘のおやつはくるみなんです。これをもう毎日のりもうねおやつあるよって、何くるみよみたいな、またくるみみたいな言われるんですけど、でも彼女も好きなんですね、くるみ好きで、このくるみを食べて頭が良くなれと祈りを込めながらですね、さあくるみ食べなって、食べるよって、置いた麺ですけど食べるよっ って食べさせるんですよ。これすごくおすすめです。あなたの脳がやっぱり良くなるから、お子様にもぜひ食べさせてあげてくださいね。その代わり素焼きですよ、無添加でお願いします。ではいただきます。よく噛むタイプなので、皆さんもよく噛んでくださいね。噛むのすごく大事です。やっぱりくるみ美味しいですね、大好きです。ではイチジクです。イチジクはどうなのかというと、こんなにちっちゃくなってしまいます。やっぱりドライフルーツって縮みますかね。ではいただきます。甘いですね。ものすごく甘みが凝縮されてて、中の種もプチプチ言って美味しいです。ちょっと待ちくださいね。頑張って噛みます。でこれもシャークがついてますから、一気に食べなくても大丈夫なようにね工夫されてますから、皆様も2、3日に分けて召し上がってくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法や健康法をお伝えしていくことで、
女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいて、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。